今ですね、富士山にいます。で富士山の須走口のね、2000メーターのところに今来ているところです。で本日平成26年2014年の、7月の6日ね、日曜日なんですけどね、今駐車場に車止めてそこのところの、まあ、富士山見てるところなんですけどね。でお土産屋あるんですけどね、山荘あるんで、そこでこれを買いました。杖とあとは、こちらのね、日照旗と旭日旗ね、結構素晴らしいです。でお店の人に言われましたよ、ぜひともこれを使って、ね、次回来るときはね上まで登ってくださいと。なんであの富士山の一番上まで登ってね、これで登りたいと思ってます。で日本を勇気づけるためにね、これで行ってこようと思ってますけどね、また次回にしますね。まあ多分今年中に行くと思うんですけどね、多分8月9月来月か再来月に行こうと思ってます。すごいですね、こっちがね今日曇ってるんですけどね、あのこんな感じでね、めちゃめちゃ曇ってて雲がもう下にありますね。 2000m なんで、まあ、下に雲ある感じですよね。素晴らしいです。でこの辺りも車止めてるんですけど、こんなにスクーターで来てる人もいますね。 2000m はね、すごいね、登山客いいですね。もう登山してっすよ。はあはあはあ、なんかあそこら辺に小屋が見えますね、上の方にいると。